ハイサイジーザスビートショー、はい、ようこそハイサイジーザスビートショー。めちゃめちゃ久しぶりのエピソードなんですけども、今日はねもう特別な人をね、ゲストをこのスタジオに呼んでます。もうね、皆さんもうすでに見たからねバレてるんだけど、はい、サキでございます。サキ、イエーイ、久しぶりです、はい、お久しぶりですね。サキはね、うん、JB ミュージックのアーティストとしてね活躍してきたんですけれども、今日ね実は重大な発表があるということで、うん、実はねこの今日はねさっきの特集をやろうと思ってるんですけど、うん、はい、ちょっとじゃあご自分でドキドキします、ね、はい、ドキドキするね重大発表ってすっごいドキドキします、ね、なんだ、ね、何が起きたんだって感じだけど、じゃあさきさん、じゃあお願いします、報告お願いします。はい、2020年をもってJP ミュージックを卒業します。JP ミュージックを卒業します。イエーイ、嬉しいような悲しいようだけど、まあまあでも卒業、まあ、おめでとうございます。ね、今までもね本当に JB の、まあ、もちろんアーティストとしてもね、うん、活躍してくれたんですけど、結構いろんなところでね影の、ね、まあまあ、この後ね VTR をねみんなで見ていこうと思うんですけどね、うん、最初からさっきは一緒にいてくれたからね。そうだね、設立当初から一緒にビジョンをね共有してやってきてくれたんで、うんうん、まあとにかくちょっとねさっきの今まではね総集編というか、はい、そんな感じで今日は特集やっていきたいと思います。楽しみ楽しみ。前にさっきを知らない人のためにね、ちょっとじゃあ自己紹介をお願いいたします。はい、私は、沖縄県出身のさきです。ゴスペルシンガーを始めて、まあ3年ぐらい経ったんですけれども、もう3年か、はい、教会をはじめ、ライブイベント等で、賛美を届けてきました、うん、はい、はい、3年前にデビューした時からね、そうですね、僕たちはなんかなんていうか巡り合わされたというか接点どころかそう巡り合ったって感じだね。巡り合った、うん、神様が導いてくれた、うん、はい、じゃあ今日はですね、その当時の映像をちょっと見ていきたいと思うんで、ちょっと準備はいいですか、はい、心の準備してきたんでではいきます、スタート。懐かしい。前のスタジオ兼自宅。神は御子をこの世に使わし、愛の方のね、人の姿で歩まれた。難しいですね。なんか自由な感じは普通に練習してる時とは違う。初めてなんだよね。自由な感じはあんまりないけど。まあ、手元にこのメッセージが届くようにって願いながらやっているつもりです。はい、デザインです。さきです。ちーちゃんです。ちーちゃんの案によって水玉模様を入れることになりました。結構綺麗に写ってますね。さっきゴスペルコンサートを開演いたします。なんかこんなに来てくださって満席だったり、今見るといろんな人がいるんだよね一番前って
が参加して、さきがプロデュースして参加。はい、ということでね、ここまでにしたいと思うんですけど、まずは愛の方の制作現場から始まったんですけどね、こちらにあるこちらの CD が、はい、愛の方でございます。この時2017年だっけ、2017年だよね、はい、の12月にリリース、はい、でも制作始めたのは確か秋頃だったと思うんですよね。9月10月11月に3ヶ月ぐらい立ったと思うんです、うん、かかったと思うんですけど、まあ、こちらファーストデビューアルバムということでね、はい、うん、かなり思い出が詰まってますけれどもね、うん、はい、天のお父さんとかね入ってますね、うん、選択とかね、平安があなたと共にあるように、うん、愛の方、はい、このちょっと思い出どうでした今、なんかこの時のことを振り返って、まあこれはまだ JB アーティストとしてというよりも、うん、まずはアーティストとしてデビューした時だと思うんですけど、はい、なんか何あ、そうですね、最初のアルバムっていうことで結構思い入れもあるし、時間かけたなっていうことと、やっぱりいろいろな方々のアイディアと思いが詰まっているなっていうことを、3年も経ったんだなっていうのもあるんですけれども、うん、いろんな方々のこのエピソード、また証が詰まった最初のアルバムだなと思います。ということは、いろんな人の証が詰まったってことは、この曲を作るのにインスパイアされたってこと、他の人の証に。あ、曲自体はですね、うん、1曲目は2011年頃からあって、あ、そっか、愛するしね。で、2曲目の曲なんですけど、まあ、その最後の曲は2017年ぐらい、まあ、だから7年ぐらいかかったものなんですけれども、 その作り始める頃からのなんか壮大なエピソードがあるんですけど、まあ、それがお二人との出会いかなと、うん、本当に思って。そうだね、ユースキャンプでね、はい、ちょうど、そう参加し、僕らも沖縄に来たばっかりで、まあ、ちいちゃんは沖縄出身だけど、うん、それで、ね、沖縄バプテスト連盟の青年中高生か中高生キャンプに行った時にね、その時いつも奉仕してるんだもんね、さっきね、はい、そこで、ね、その時にね、特別賛美でオリジナルソングを歌って、はい、あの時何の曲だったっけな、あの時が賛美したのはね、選択です。選択だ、そうだ、うん、チョイスだ、そうそう、チョイス、そのあの時のテーマがね、うん、選択だったんだよね、そうだ、思い出した。それでちいちゃんがね、これは CD 出した方がいいんじゃないみたいな感じで、ね、なんかスカウトみたいな感じでしたんだよね、ちゃんがね。まあ、ね、何の権限もないけどスカウトそれに至るまで私ずっと祈ってて、うん、やっぱりできた曲は私のものではなくて、うん、やっぱり神様から与えられたものだから、うん、なんて言うんだろう、自分の独りよがりのものではないから、これをなんて言うんだろう、どうしようと思って、とにかく外に出した方がいいのか、ね、どうした方がいいのかっていうのを神様に祈り求めていたところ、まあ本当に神様、私のものでないなら用いてくださいっていうのを祈ってたところ、キャンプで出会わせてくれたお二人との出会いで、ちなみに僕はその時中学生だったんで、参加者だったんですけど、スタッフです、はい、スタッフで行きましたね、僕はスタッフで行った、ね、そう、中高生キャンプって言ったらなんでいるの、さっきもその時はスタッフね、みんなスタッフですよ、もちろん、はい、でもね、そうか、それで一応貯めてたけど、どうしたらいいか分からなかったっていう感じだったんだね、はい、うん、で、音楽を音楽知ってる、まあ、ピアノ奏楽者とか、まあ、音楽に詳しい人に相談しても、なんていうか、そんなに CD 作りたいっていうその思いを、あ、できたらいいねっていう感じで、こう、うん、今までスルーされてたものが、うん、こう、なんていうか、ヒットしたというか、うん、その時、そのタイミングが吸い寄せられたのね、私たちはねこういうことよくあるからそうだね、でキャンプに私たちが、あ、私がお誘いしたんですけども、なんでお二人が、うん、いるかって知ったのが、お二人がこの沖縄にいるかっていうのを知れたかというと、まあ、教会のね、バレリーナ、あー、そうだ、バレリーナのコンサート、そうね、うちの教会のバレエをしてる子がいて、たまたま、うん、私たちバレエって
生まれて初めて見たんだよね。まあまあ演技はないよね僕ら。まあちょっとクラシックバレエな感じじゃないんですけど。まあでもねバレエのコンサートがあるから来てくださいみたいな案内があって協会のメンバーで、まあ、まあ応援に行きたいなと思って、ねはい、行ったんですよ。うん、その時にね。その時に私も行ってで、ね、周りも振り返って誰も誰かいるかなって見たら。うんまあ、2席後ろぐらいにそうなんで前にお二人がいてあっ咲みたいなそうだよあの広いね文化宜野湾文化会館だっけそう前ぐらいにいたのそあそこでねぴったりしかも私すごく遅れてもう車が混みすぎちゃって中に入れなくってでも、うん、これどうなる立ち見とか言っててこう空いてる席行ったら咲がその前にいたっていう ね、 そうだね、うん、結構な人数ねいたんだけど、ね、昨日帰ってきてるっていう驚きと嬉しさと、うんね、まあなんか教会はねもちろん違うんだけどなんか接点がねそうやっていろいろあってなんか不思議なんだけど、うんだね、あれも不思議だねまあでもそっかから、まあ、まあ JB はその時はなかったから、はい、とりあえず本当に賛美を出していくっていうことでね、うん、本当にそれが形になっていったというわけですけど、うん不思議だね、まあ、そしてリリースコンサートについても触れたいんだけどその前にその制作でねちょっと 何がチャレンジなんかチャレンジだったことありますかこのチャレンジだったことはやっぱり歌を作るもの作るのとこう編曲していくっていう作業は別物だなっていうことを感じたんですけどもう本当に強力な助っ人の元木くんが、うん、その出会いもすごいんですけど、うん、彼が全部楽器も演奏してくれて、うんまあ、彼のアイディアを盛り込んで、ね、一曲仕上がったっていうところが本当に嬉しかったんですけど、うん、作るのと編曲するアレンジするっていうのがちょっとチャレンジでしたね。元木がね本当にマルチプレイヤーだもんね。マルチプレイヤー彼がいるからねできたって感じだ ね、はい、そうね。最初ピアノだけでシンプルな CD でいいかなっていう、うん、本当にシンプルな感じで作ろうっていう感じで、うん、イメージしてたんですけどマルチってことを知って後から知ったんだ、ね、後からピアノを弾く人っていうことで知ってたんだ。そうですね。あ、そうかそうか。あ、まあいろいろねギターとか弾けるっていうドラムとか弾けるっていうのは知ってたんですけど。とりあえずで、ね、一通り全部できるからね。すごいよね。と、はい、いうことでこの楽器は全部元木くんがね演奏してくれたっていうね。う、うん、面白かったねあれね。面白かったですね。じゃあリリースコンサートはどうだったかな。たくさんの大盛況だったね。もうめちゃめちゃ人がいっぱいいたけど。いや嬉しかったですね。うん、こうやっぱりグループに声をかけるよりも個人的につながりのある方々に声をかけ続けたっていうものは努力したんですけど。やっぱりまあ、最初のアルバムっていうこともそうだし、うんね、職業そのまま職場にいながら、うん、二足のわらじって形でやってたので、うん、なんか意外な一面っていう、ね、私の姿を見に来た方もいらっしゃると思うんですけど。ということは結構じゃあ元々は保育士だもんね、はい、だそっちの関係の方々も来られてたのか。来られてました。幼稚園教諭で幼稚園だったので、はい、職場の方とか。そっか、まあでもね、すごいね。今見るとすごい初々しいね。なんかもちろん今のさっきもいいけど、この時のさっきもまたね。さっきが出てきた瞬間みんなキャーって感じになってるね。拍手がやばかったね。ああ圧を感じた、圧を。拍手の圧を。なんか私たちのさっきよみたいな感じね。あれいいよね。まあでもね、はい、ということでじゃあ続き見ていきましょうかね。はい、はい、続きがあるんでじゃあ見てまいりましょう。はい、そのもの存在そのものを神様愛してくださっているということをどういう働きをしていたかというか、ね、本当に教えられました。初めての JB 拡大1回目からね参加してみてね。2月。さきさんどうですか。まず出させていただいたことに本当に感謝してます。ちょっと出てます。むしろ大宮さんとね千歳先生と再会がなければここでもまずシンガーとしてこう活動することもまたこのライブに出ることもなかったんですけれども、本当に神様が全てのタイミングを合わせてくださって、でクリスチャンアーティストの方々とも
一緒にこのステージに立てたことは本当に恵みのひとときだったなと思っています。このお宝映像これ面白いけど、あなたとともにスローモーション先へ走らされる。いろんなチャレンジばっかり恐れるな、私があなたとともに。これ覚えてる？覚えてますよ。これさ、作って1回2回ぐらいしか披露してないんだけど、スターバックスの歌作ってね、買ってみね。この時スモークしすぎて、あなたが恥じようって。JB カフェラムだね。で、マシソヨで、マシソヨもそう、レストランでもね、JB カフェラムやっちゃいましたって、サキが企画すべてやってくれてね。そうだね。なんだこれは。これ T シャツ作り。ね、あれ寝転がってる人がやっちゃった。あれひどくない？ちーちゃんがグッドチームワークって言ってんだけど寝てるんだよ。働かしてる2人は。はい、という感じでですね、マミヤさん家に結構行きましたね。もうさっきはそう入り浸りみたいな、うちの子供みたいな、うん、まあこんな感じで本当にアーティストとしてもね、活躍してたんだけど、結構 JB の裏方的なところも ね、うん、もずっとずっとね、かなりサポートしてくれて、フル回転したね。マシソヨの時は台風がね接近してて、うん、あれはなんかやるかやらないか判断がね難しかったけど、 やるって決めて、来たよね、台風の中でやったからね。そうそう、しかもね、来てくださった年代の方々も来られてね。だってあんだけの方が、マシソいっぱいになるくらいの方がね、あの台風の中来られてね、ドキドキでしたね。警報もしょっちゅうなったしね。最後機材運び出す時にもう暴風っていうか、あのね、暴雨でさ、はいはいはい、大変だったの覚えてる。もうすごいね、まあ、よくやったよ。やったね。アーティストね、1人2人キャンセルなったりして、そうそうだったね、うん、思い出した思い出した。でもできてよかったね、あれね。あの日にね、すごいいいこともあったんですよ。あの日に参加をしたその方々の中で結婚を決めた人もいる。そうだったね、うん、それぐらいインポーテンツ、重要だったんですよ。さっきの歌を聞いてね、そうやって感じたんだと思うんだけどね。今ではね、すごいですね、素敵な家族を、赤ちゃんも生まれてね、赤ちゃんも生まれてね、すごいよ、幸せ家族ですだから、ね、いますよ今。聞いてますか？えい。それで JB カフェライブを初めてね、まあまあジーザスビートを設立して、本当に沖縄から世界に福音をっていうことで、始まったんだけど、うん、まあそのまずはなんていう、ライブをやっていこうということでね、うん、で、教会に誰でもね、教会のに行きにくいって人が結構いると思うんだけど、とりあえずその誰でもウェルカムっていう感じのスタンスでね、うん、コンサート形式でこの始めたんだけど、うん、その第1回目からさっきはね参加してくれたよね、うんうん、ありがとうございます。いやー面白い、面白い、なんか見てて面白い、なんか振り返って面白い、あ、ね、こんなことやったなって、うん、思い出がいっぱい、そうそうそう、うん、この3月に1回ね、うん、やってすごい、マシソヨの月は2回やったからね。そうですね、しかも2日後に、そう、ね、6月はね、あの南城市の教会で、その2日後にマシソヨで、ね、さっきがだって頑張ってた。そうだよ、はい、ということでね、じゃあ次行きましょう、次はね、ジーザスビートミュージックが発足ということで、これはね、レーベルが立ち上がったという、あとさっきのアーティスト契約が決まったっていうところからいきます。2018年10月よりジーザスビートミュージックに所属させていただきました。早速新しいアルバムを制作中です。サキとして第2作目のアルバムとなります。このアルバムの中に天国にいるひいおばあちゃんが生存中に残した沖縄の歌リューカを用いてイエス様を賛美したいと思います。8曲入ったアルバムとなります。沖縄から世界に福音をという思いを皆さんと一緒に発信していきたいと思います。ぜひご支援とお祈りのサポートをよろしくお願いいたします。
皆様の上に豊かな神様からの祝福が輝きますようにお祈りいたします。ありがとうございます。ミュージックビデオを撮影しましたね。寒かった。寒かったね。11月10月か11月2月2月寒かったね。本当寒いね。もうや岩に立った時があるんですけど、寒すぎて私はもう車から出ていった。足がガタガタ震えてたでしょ。この時でしょ。めっちゃ寒かったでしょ。股間が外れるんじゃないかって思っちゃう。かわいそうに。300円ですよ。こんなにね、用いられた自転車。めっちゃ寒かったです。だってコート着てるもんね。この時寒かったけど、ほら取るときはさ、コート取らないといけないから。あのいくら沖縄でもね、冬は寒いんです。いや沖縄寒いの。2月は一番寒い。ことはもう私は寒いで無理。ジョイバザーとコラボした時ですね。これ映像がなくて、これ第15回 JB カフェライブ隣人キリスト教会だね。これ私の中でヒット。練習風景。これ映すんですか。練習風景。イエーイ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 。さっきが初めて踊った。踊らされた。いいね。これリハーサルの日かな。前日かな。前日かな。会場の皆さん、Jesus Beat Presents ヨハネ・サキ新アルバムリリース記念コンサートへようこそお越しくださいました。私たちが一緒に賛美をしたいといった思いが、まあ、私たちの弟子たちじゃないですけれどもね、教会で育ってきた方々にこうして賛美新しい CD をリリースする、そんな祝福の時を、見ることができて本当に嬉しく思います。今日は短い時間ですが、オープニングアクトお願いしますと言われたんで、何ですかそれはって言ったら前座ですって言われましたのでですね、前座としてしばらくお楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。絶対に変わることがないと約束されています。私は大学生の頃からですね、この言葉を握って歩んできました。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。詩編34編というところにありますけれども、そこから作った曲を一曲お届けいたします。主の皆。
ここで先ほど登場していただいたダンサー花桃に登場していただきます。イエーイ、ここからダンスが見れるよ。異例のダンス挑戦ですけれどもぜひ楽しんでください。また真似できる動作があれば一緒に、楽しんでください。光を放て。もう目つぶりたい。もう見たくない。ダンスした後にダンス嫌いですって言いました。頑張ってね。よかったよ。すごいよかったよ。後ろのね、二人がドミノ引き立てて、まさか。ものがいる正しいこと頭よぎる心が病む。これ全部流れるんですか。結構長いよ。私たちのお気に入りだね。さきさんも山田さんもいろんな思いを込めて作ったアルバム、そしてね、ここまで感謝してます。ありがとうございます。頑張りましたね。サンキューの日だね。サンキューの日でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ティムの MC 最後の Come on! シェルバース皆さん、お参りください。シルビアのマミア、お参りください。サキさん、お参りしてください。 Nothing, nothing, nothing. Thank you, come on. Come on. しいですね。皆さん、もう一度大きな拍手お願いします。盛り上がったね。奇跡です、奇跡です。ではヨハナさん、サキさん、Thank you. おめでとうございます。いいね。はい、って感じですね。はい、これが1年前。1年、はい、ちょうど1年、あ、ちょうどじゃないな、2019年の3月だ、はい、リリース、サンキューの日だからね、3月9日。そうそうそう、うん、うん、いや、このね、幻のね DVD が存在するんです。実はこれはね、あの、実はね、あのオンラインショップでは、ね、今まで販売してなかったんですけど、これからこれを機にちょっと販売しようと思ってます。で、これはすごくおすすめね。おすすめ、あの今の映像が全部フルで2時間ぐらい、ね、うん、見れますんでね、いろんな出演者がね出てくれてますね、うん、でこれ面白かったのは、あのさっきの、まあ、さっきとヨハンナサニコラの同時リリースコンサートだったんだけど、その2人の牧師、教会の牧師が実はユニット組んでたっていうね、はい、そしてそのユニットにも出てもらってお名前何でしたっけ。シェパードのね、なんだよね。シェパードだっけ、はい、シェパーズ、シェパーズ、シェパーズ、多分ね、英語で言うとシェパーズなんだけど、あの牧師っていうか牧場の羊飼い、羊飼い、羊飼いをシェパーズ。でもなんか確かね、あのティムが紹介するときにシェイパーズって言ってたね。ティムは多分その日本語の英語が多分シェイパーに聞こえてて、そう、なんか形作るもんだ。シェイパー、うん、なんかよくわかる、うん、まあでもね、あの、うん、それも面白かった、うん、その2人の牧師もなんかすごく祝福してくれてね、うんうん、まあまあ楽しかった ね。じゃあね、そのダンスとかちょっとあったから聞きたいんだけど、ダンスどうでしたか。初挑戦じゃない。そうですね、あのダンスは本当に苦手なんですけど、あの、まあ、頑張ってたというか、花さんがね丁寧に教えてくれて、うん、花偉い、はい、教えてもらったんですけど、あの花に会って最初の練習の時に、花ごめんね、ダンス嫌いだけど許してねってそこから入ったので、あの、打ち解けることができました。させたね、自分ね。いや、結構無茶ぶりをね、無茶ぶりいっぱいしたからね。JB に主役になってからちょっとカラー変わっちゃったんですかみたいな感じでね。さっき大丈夫かなってね。ダンスするとしたらね、幼稚園でこの手遊びとか遊戯ぐらいなので、
でもめちゃめちゃ可愛いよね、あのダンスしてる様。可愛いよ。また続けたらいいと思います、うん、ダンス。本当ぜひぜひ、うん。ありがとうございます。はい、歌えて踊れるね。いやでもこのアルバムの中で光を放ってが一番好きっていう方もいらして、あ、それはなんか、はい、嬉しかったです。ちっちゃい子たちにもいいだろうね。あの、はい、元気こちらね、道合いですけれども、はい、8曲、はい、ね。最初のグレートドア元気な曲だったけどね。え、それで光を放てが結構好きっていう人いるんだね。はい、うーん、そっか。まあさっきの曲にしてはかなりなんていうかアップテンポ、ね。そうですね。自分では思いつかないか。誰かがアップテンポにしたんだよね。誰だ誰だ。誰だ。さっきのカラーを壊すな。壊すな。はい、ということで、まあ、僕もギリギリのラインっていうのはね、あるから、まあ、プロデューサーとしてその。うん、どこまでやったらさっきの領域じゃ、さっきじゃなくなっちゃうのかっていうその領域があるじゃない、やっぱりね、そのやっぱ自分 の、うん、あの本物じゃないといけないから、うん、これはねボーダーすれすれな感じだったからねまあまあでもよく頑張ったと思う。ダンスも、はい、こちらまだゲットしてない方ぜひ、はい、ゲットしてください。ぜひぜひ、すごくいいですよ。ウェブサイトから購入いただきます。この CD どうですか、自分さっきにとっていろんな思い出があると思うんだけど。 そうですね、これも思い出があって、うん、うん、特に沖縄色を強く入れたっていうところです ね、 そうそう、2曲沖縄色を強く入れた曲、うん、俺好きだよ、あの指の技と道合いが好きかな、やっぱり、うんうん、なんかね、そうですね、沖縄に住んでじゃないと表せないっていう音色とか、うん、いとこが琴を演奏してくれたんですけど、うん、そうだよね、師匠だよ だよね、そうです、師範か、師範の下の教師ですね。あ、そうなんだ。まあ、まあでもすごいですよ。若いのに。若いのに。ね、そう。あかりさんね。で、その、あかりと私のひいおばあちゃんにあたる玉の葉光子さんが残した流歌が、この道合いに入ってるので、これは、傑作になったかなと思います。そうだね。やっぱりね沖縄のテイストがね、にじみ出てるよね。そう、うん、だってこのほら、ね、カバーもすごく沖縄っぽいですこれはなんでブナじゃなくて何だっけ、あのこの木の福木だ、福木ブナじゃない、全然違う、福木のこの場所よかった、ね、あのなんていうかな、あのなんていうの、こういうの道並み、そうだけど福井並木か、並木、うんうん、これをね自転車でこのねそうだミュージックビデオも面白かったじゃん。そうですね、300円で借りたからね沖縄の本当に色がたくさん出てるんだよね。そうだね、うん、波の音もね入ってるし、入ってるし、うん、で沖縄 の琉球 の、 あ、内名口か、うん、琉球方言かな、はい、うん、賛美がね入っててすごくいい。あれなんか言われたんでしょ、誰かに、あ、そうなんですよ、このシェパーズの総額をしてくれた近所あきこ先生とお話ししてた時に、うん、私のその証しをしてたんですね。でそれでおばあちゃんの話になって、で流歌を歌にしたらいいんじゃないっていうなんか軽い提案があって、あ、いいかもしれないっていう、まあ、その、うん、アイディアで、はい、作ることができました。だから本当に感謝しています。でだからこの道合いがこのアルバムのタイトルにもなってるからテーマの曲だもんね、はい、だからすごいと思う。やっぱりおばあちゃんもクリスチャンだし、ひおばあちゃんが残した、ひおばあちゃんが残しました、ね、はい、なんかすごい、なんかその伝統がね、伝統というかね、そのなんていうか思いがね、強く本当に表されてるね、はい。じゃあね、続きいきたいと思うんですけれども、これで最後かな、最後に近づいてきたけど、あ、最後じゃないけどね、台湾かな、この後は台湾楽しかったね、はい、台湾見ていきましょう。まあ、JD カタリアもね、引き続きやっていって、これはゴスペルファミリーチャーチ、たくさん来たね。
は癒しだよね。またこちらがシェパーです。ゴスファミのキッズが、ね、出たんでね、台湾5月2019年5月台湾ですよ。海外にね飛び出そうということで、うん、お隣台湾に行ってまいりましたね。これもうコロナで今の時期行けないね。もうね行けないね。台湾に行けない。イエス DJ あれ牧師先生なんだけど最高だね。リオンと二人で無事に、うん、そうですよね。僕はねこの時かあのなんかね多分ウイルスにやられたと思う。何かのウイルス。あまり言うとみんな心配するからね。インフルエンザかな、なんか40度近い熱が出たからね。うん、そんな時だったね。外で。この時は電動でしたね。はい、私たちは電動にロボ電動に出かけて。すごいね。さんは寝てた。ヨハンナ到着。役者が揃ってきましたね。ハイチーン。前日だねこれね。皆さんヒップホップのシーハーのコンサート。マニアさんすごく気分が悪いです。もう倒れそうだった。はい。みんな。屋台。サッピン。サッピン。美味しかった。一番美味しかった。食べてばっかで。食べてばっか。本当に安かったし美味しかった。楽しかったね、みんなで。This is really simple to use for a regular person. Regular person, super simple. ほぼほぼチムしか喋ってなかったけどね。面白かったね。赤白の乗っ取ってたね。はい、ということで台湾は以上ですね。はい。ということで、今回は台湾だったもんね。はい。台湾に行って、1日目っていうか、先にとっては2泊目っていうか2日目か、2日目の夜に多分ヒップホップの、ね、大きなイベントがありました、ね、イベントがあって、うん、この時はすごかったもんね。でその次の日に礼拝、そう日曜日だったんでね、その時にリュース礼拝みたいな、リュース礼拝で大きいやつね。でそこでさっき歌ってたけど、まあそんな感じでね。でその前日とかはあのなんていうか街に行ってね、シーメンとかいう町とかに行ったりとかしてね、チラシ配ったりとかして、はい、ぜひ来てくださいっつって伝道しに行ったりとか、若い子たちと一緒にね。いやー、まあなんかあれからまだというか1年と3ヶ月か1年3ヶ月か、ね、うん、すごい前昔みたいなそうだね。濃厚すぎたけど、まあ、濃厚すぎてねこの3年が、まあまあいろんなことあったねって感じで ね、 そうね。この時の思い出は何かありますか。主に印象深かったというか、いろいろありますけど、マミヤさんがね
3日4日ぐらい熱を出した時ギリギリ、ね、いやどうなるかなと思ったんですけど、台湾の方々のこの信仰がすごいなと思って、うん、もうこんなんイコールグッドサインだよってい う, そ, う、ね、もうそれが強烈に残ってて、あの 僕の立場から言わせてもらうと、もうすごくしんどくて、そうですよ、ね、でも40度近い熱があってね、本当に、うん、であのお祈りしてくれたんだけど、あの今からお祈りもしますって言って、もうでも超フラフラで、もう倒れなんかね、お祈りしてるね口元を見てたんだけど、なんかそれがだんだんねスローモーションになってて、なんかああなんかで僕その時にあちょっと立ってられないですって言いながらちょっとふわーみたいな、そうそう、それで急に手あの掴んだのがドアのノブを掴んでから倒れなかったけど、まあ、そういう状況でもうやばかったわけ。でも声も出なかった、声も出なくなっちゃった、ね、熱があっても歌えるじゃん。でもあのもう喉が痛かったから潰れちゃったんだよね、まあ、でもそもう本当に不思議にその当日だけ守られたっていう感じだね。でもあれはもしあの間宮さん出れなかったら大ごと で実はあの3つのグループが一緒にしてるんですけど、その3つのグループをつなげてて、彼がほとんど DJ と司会と急だったんだけど司会と出演と全部あのこう役割があったんだ ねやらないといけなくって、その中で彼がいないっていうのはもうめちゃめちゃ大きなことになっちゃってて、でまあでも本当にあのね若者たちがめちゃめちゃ祈ってくれたよね。そうで、あのこういうことがあるってことは逆にあの祝福も大きいっていうことでね、そうそう、さっきの話に戻るけど、それは確かにね、その考え方は確かにあのポジティブだよね、めちゃめちゃね。そう、若者たちの祈りと、うん、あと伝道に対するなんかフットワークの軽さが刺激的でしたね、うん、でやっぱ友達になるっていうことを先にやってたんですけど、うん、今ねインスタグラムとか流行ってるじゃないですか、はい、で友達になってあのインスタ持ってるって言ってアカウントを交換して、あやってた、ね、でそういう感じですごいあの、うん、イベントに呼ぶとか、また教会来てねとか、すごいフランクで、うん、あやっぱなんだ国民性なのかその教会の特色なのか、なんかすごく勉強になりました。確かにね、すごくあの台湾側の人たちもすごいタレントのある人たちがたくさんいてね、まあ、今回あのそうあの現原民かな現原住民、あじゃあ原ぐぐなんていう漢字だからちょっと読めないんだけど、中国語だからちょっと読めないんだけど、まあ、ワンミンだったかな、ワンミンとね、あとオーカっていうところだったかな、うんうん、そのあとジーザスビートの3社で合同でイベントやったんだけどね、うんうん、とても良かったね、うんうん、本当3つの普段は一緒で一緒に働きしてない3つのグループが一緒になってて、でいろんなこう、まあ、人種だったり民族だったりがこう一つに初めてできたって言って、うん、あちら側もねすごく喜んでたイベントでしたね、うんうん、まあ、いろいろ勉強になったね、うん、はい、ということでじゃあ次に行きたいと思うんですけれども、これで最後です、JB カフェライブ、そして F3M フェスタとかね最後やあの出演とかしてくれたんで、これをちょっと見ていきましょう。その一人も私になったものに両愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これジョイチャペルでやった第18回目ですね。ジェイミー・カフェライブ若い人たち多かったですね。楽しかったね。この時は岡山からのゲストがね来てたりして、大家族。
ャレンジしたもんね。これが僕らの最後のね、今年最後のイベントだ。そうだね、その後もうコロナになったすごい、このカメラはディオン、ディオン、はい、ということでこれで最後だね。もっと見たかった、もっと見たかったけどまあでもいろんなことをこの、 2年間でね、 JB アーティストとしてやってきた2年間、さらに先、戻ると、愛の方を、ね、うん、出した時からって言ったら3年間ぐらいか、うん、ね、いろんなことあったと思うんだけど、最後ね、どうですか、F3M フェスタは結構 ね、コロナウイルスがね、流行り始めてからでしたもんね。ギリギリだね。ギリギリ政府なのか。次の週に、自粛って言って県で、そうだ、そういうね、緊急事態宣言、県独自のやつが先だったかな。いや、もう全体的かな。全体か。出て、もうその時からはできないってことになってたんだけど、その前の週で。このね、トリエム、ね、なんか滑り込みでって感じで、ギリギリ、もしこれがね次の週だったら僕らも多分中止にしてると思うんだけど、うん、この時はまだね、政府だったか、政府感があって、うん、やった、まあ、感染予防しながらだったけど、うん、まあ、政府、しかもね、窓も全部屋台も出して、そうそうそう、屋台も全部出して、ね、その時アメリカからと、うん、アメリカから北海道から、うん、道屋、ね、道端先生来てくれて、そしてまあ埼玉からも、あ、アメリカだね、うん、そう、ゆりがね、姉が歌いに来てくれる、でいろんな祈りがね積み重なってて、で僕らも実行委員をこの時はね、設立してね、しっかりやっていこうということで、まあよかったね、この時はね、うん、よかった、うん、もう本当に全てをまとめた感じ、出演者が確かあの時は僕とティムとサキとヨハンナとデレン・チェイス、アメリカからのね、とユリさんだったね、うん、はい、でメッセンジャーもすごくよ、道屋先生も最高だったよね、先生もね、うんうん、ね、であの時に本当にイエス様を救い主として受け入れた人がたくさんいたっていうことでね、僕は目つぶお祈りしてたから一緒に見えなかったけどでも20人ぐらいはいたってねっていう人がいるからすごいと思う、本当に神様に祈ってるけどね、またやりたいと思うんだけどね、うん、まだまだコロナのあれでなかなかこういうのはできないけど、いつかね、うん、まあでもさっきはその中でもね、なんかね、ほらJB アーティストってみんな、なんていうかテイストが違うじゃない、はいはいはい、なんか色が、うん、でさっきはこのなんていうかな、ヒップホップが右だとしたら左じゃない、ね、でそっちの方でしっかりとこのなんていうかな、なんていうかな、落ち着かせてくれるというかねティムさんとも話してティムはどうで、うん、私は正ですからねって役割分担で、うん、そうだよね、まとめていきましょうねみたいな、うん、そうだから僕とティムはとにかく盛り上げていこうって話してて、どうせ後でサキが落ち着いね、そのサキでまとめ上げてくれるからってね、うん、でもそうそう、やっぱりそのカラフルなのがいいよね、 JB はね、うん、そうだね、特色豊かで一緒にやる楽しいんだよね、やっぱね、とってもよかった、来てる人たちも楽しんでると思う、うんうん、ということでちょっと振り返ってもらいましたけど、うん、こんなはい 2,3 年間でしたね、濃かったですね、濃いよね、うん、ヒャントンとなんか動画見ててすごく思い出すよね、うん、いろんなこと、まあ、JB、 まあ総評的にこの JB アーティストとして活動してきて、どんなこと、何が一番思い出深いというか印象に残ってるというか、うん、なんかこれをなんていうか手作りで、うん、関わっなんていうかな、手作りで間宮さんちと先生はじめこの関係者みんな顔が知ってる人たちで作り上げてきたっていうのがなんかすごいなと思って、うん、なんかこれをね外注でとかじゃなくて、まあ、技術も本当に難しいこともたくさんあったと思うんですけど、
なんていうか心一つにできるあのメンバーで作り上げてきたっていうのが、うん、また協力者がその都度与えられたっていうのがなんかすごいなんか、うん、ファミリーだなと思って感動してました。毎回毎回そうだ、ね、奇跡だよね本当本当。いや確かにね。で終わった後はよくあのハンバーガー旅にね行って夜中にみんなで食べるマックかエンダー感じですね。なんかねあの確かに ね、 本当ね助け人もなんていうかな確かにそういう人たち集まってきたよね、うん、その都度その都度なんかね何も持ってないけどビジョン先行でやってて本当そこに人がいて助けてくれもらってやっとこさだったけど本当に最後までできてるっていうあの奇跡あおおわちゃんと終えられたねっていうさっきはちなみにあの毎回いたからね JB カフェライブはねほぼ毎回で ねさっきがいない一応18回はやったと思うんだよ。で F3M 入れたら19あとセミナーとかも入れたらね20回以上イベントやってて1年の間にえ1年2年の間か2年の間にだから平均して言うと1年 1ヶ月1回何かやってるっていう感じだと思うんだけどそんな中でさっきは毎回でその中でねスタッフだったり出演じゃなかったらスタッフ、うん、出演した時もスタッフみたいなもんだったけど椅子並んでも自分でね何してもさっきがこの後出演しますっていう人たちがみんなで椅子並べてるからねさっきの並べやったね本当本当だよね、楽しかったね。助けられてね。そういう意味では本当に手作りっていうかもう本当に自分たちでもう DIY じゃないけどね、うん、やってていろんな苦労はあったけどでもいろんな思い出にもなったし楽しかったね。楽しかったです。まあこれからもねあの JB カフェライブ続いていくと思うんだけどあのもしかしたらあのどういう形変わるかもしれないけど、まあうん、まもちろんコロナでねできないかもしれないんだけどね。あとはね、そう、うん、でまあネットでねこういうあの配信はできるさね、うん、まあちょっと方法はいろいろあると思うんだけど、あのまあでもまた先にもねなんかまた声かけさせてもらいたいなっていうふうに思ってるんだけど、はい、そういう時は先が独立したら先は変わるんですか、名前を変えちゃうんですか。いえ変わりませんあのいきなりヒップホップ路線とか言いたいしなんとか AKA サキとか DJ サキMC サキ金髪にしましょう。いやばいな私たちのせいって言われちゃうよねいやもう僕らのせいとは言わせないよ。その時はもう僕らはもう手を洗って俺は俺じゃないねいやでもいろんなチャレンジがあったと思うんだけどね、本当にあのよく頑張りました。拍手しましょう。本当にたくさんのありがとうだよね、さっきには、うん、本当に本当に、うん、ということで、まあ、ここからはねあのさっきのちょっとあの証をね聞きたいなと思うんだけど、さっきはそもそもあのクリスチャンになったきっかけっていうのはどういう、はい、どういうちょっとその辺の証を聞いていきたいんだけど、はい、私の家族はもともとノンクリスチャンホームで、父も母も全く教会に関係のないところで育ったんですけれども、両親は同じ職場で、出会って、そこから私が長女として生まれたんですけど、保育園に行ってて、で弟が生まれたことをきっかけに幼稚園に入園するっていうことで、近くに、私の卒園した幼稚園があったんですけれども、その時に母がキリスト教系の幼稚園に入れたいっていう思いがなんかあったみたいで、うん、で近くの那覇バプテスト教会付属の前輪幼稚園に私を入園させてくれました、うん、でそこからが教会生活のスタートで、うん、じゃ あの保育園卒業して幼稚園行って、あ、幼稚園を卒業してその後教会につながり続けたってことだね。つながり続けたんですよ。ほとんどのさそういう幼稚園の子たちって、うんうん、まあ、そういうキリスト教系 の、 あの学校っていうかその保育園幼稚園に行っても、はい、まあ、あの卒業とともにいなくなっちゃうでしょ。なかなか、ね、でも なんでだろうね。なんでですかね、そこがわからないんですけど、でも母があのいつも選ばせてくれたみたいで、うん、テレビ番組ね、あの明後日子供が好きなテレビ番組やってるじゃないですか、うん、日曜日とか特にね。そう、それと サザエさん、
サザエさん違うか、なんかなんだっけ、あんまり見ない違うか、日曜日サザエさんじゃなかったか、夜だ、日曜日夜だ朝も結構あるね、そうなんですよ、朝早くから ね、まあ、アンパンマンとか今はやってるけど、そういう面白い子供番組と教会どっちがいいって選ばせて、私は必ず教会に行きたいっていうのを、まあ、最近知ったんですけど、で、あの幼稚園の頃にあのお世話になった担任の先生が家族でぜひいらしてくださいって、まあ、声かけてくれたのがきっかけだったんですけど、まあ、そこから友達も、私の学年結構クリスチャンホームの子たちが多くて、まあ、顔なじみもあるし、まあ、担任の先生もいるし、多分そういうので人がいるからっていうのが大きい理由だったんじゃないかなって思うんですけど、でもつながり続けたのには間違いなくて、すごいね。で部活も 5,6 年生でやってたんですけど、必ず第二礼拝か夕礼拝か水曜日の祈祷会に行って、うーん、なんかつながってました。すごいね、まあ、不思議だね。結構ね、その、まあ、僕もあの元々行った教会が付属幼稚園があるから、なんとなく感覚は分かるんだけど、その幼稚園は幼稚園で何かやってるなっていう感じで、あんまり教会の僕は教会員だったから、その接点あんまりないんだよね、はい、でもたまにこの一人ねいるんだよ、そういう、あの卒業しても教会に来続ける子っていうのがね、それがさっきだったわけだ違うけど、でもさっきはお母さんはクリスチャンじゃないんだもんね、じゃなかったんですけど、それも不思議だね。そうだって、さっきだけで、子供だけで教会につながり続けたっていうのはすごいことだと思う、はい、だって普通ね、親がいて一緒に行けるからって言って、うん、だからお母さんも偉いよね、だから選択させてくれたってことだよね、さすが、あの教育、ね、あの教育熱心というかね、教育に意識が高いというか、子供の選択っていうか、あの意思をね、はい、尊重してくれたんだ ね、うん、ね、一応家族で行っていて、でも母もやっぱりなんていうか迷いと、本当に神様いるのかとか、また御言葉に対する疑問とかも10年ぐらいあったらしくて、私がだからあの信仰告白してバプテスマを受ける時のその証で言った御言葉、それも疑問があったっていうのを最近聞いたんですけど、でこれやっぱり一人一人の救われるタイミングっていうのがあったんだなって思うんですけど、まあ、私が家族の中で一番最初に救われて初歩だね、はい、それからどん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 、7人ぐらいすごい2年越しぐらいに救われていきました。で、あのJB カフェライブやると結構さっきのね、家族の方が来てこられてくれるから応援にね、親戚まで、だからなんとなくさっき の家族のね、あのが近づ、ね、お近づきになれてよかったな、私たちにとっても近い存在いろいろサポートしてくれてる、ね、そう、もう素敵な家族でね、そう、まあそっか、じゃあそれで信仰告白したのはいつなんですか。私は2003年の6月、私の誕生日に。何歳ぐらい、それ5年生ですね、小学校5年生の時にバプテスマ受けました。で、はい、それも両親はまだクリスチャンじゃない、じゃないです。へー、すごいね。でもバプテスマ受けるって言ったら反対はされなかった、特にされた記憶はないです。それで順風満帆っていうのかなに行ったのかな、そっからクリスチャンとしての生活っていうか。いえ、もう順風満帆ではないですねあ、そうなの。奥底では多分、ね、神様の恵みと守りがあったので、今となっては振り返れば、祝福、全部祝福だったんですけど、でも内気なあの性格と、なんていうの、自己肯定感の低さが友達関係まで影響して、小学校中学校ぐらいまでは友達関係に悩んで、あまり今戻りたい、小学校に戻ってとか中学校に戻ってって言われたらもう絶対戻りたくない時期です。そうなんだ、小中は結構それ、そういうのがあったんだね。一番ね楽しんでも、特に小学校なんかね、ね、そか、結構大変なところを通ったんだね、ちっちゃい。でもすごいね、内気で
ね、友達関係に悩んでる人が今ではステージに立ってどこ行ってもサキいるからね、大体ね、あの大体、うん、あのまあ、沖縄のクリスチャンのイベントに、ね、行くと大体サキいるからね、言いますかでもね、やっぱサキはそれだから人の気持ちが分かったりとかね、優しさが溢れてんだよね、うん、そういう子多いと思うね、でもね、日本で沖縄もそうだけど、そっか、え、で、それで、大学はあれだよね、クリスチャンの、そうですね、クリスチャン、キリスト教精神の大学と、はい、沖縄キリスト教短期大学の保育科に進学してきました、うん、保育に なんで興味持ったの？保育はやっぱり幼稚園の記憶が大きくて、担任の先生が、まあ、優しかったのと、まあ、こんな先生になりたい、こんな人になりたいっていう、多分尊敬の、多分その先生みたいになりたいっていう思いがずっと持ってて、うん、高校ぐらいまで持ってて、うん、うん、それで多分保育に進みました。うん、でも大学に入ってからはやっぱり実習とかそういう知識の、本格的にね、専門的に学ぶので、あ、でき自分に合ってないなっていう、ね、思いも出てきて、やめようかなとか思ったこともあるんですけど、でも勉強と苦手じゃないでしょ、さっきは。勉強嫌いですよ。え、そうなの、あんまり好きじゃない。まあでも、内容にもよるだろうね。確かにその、保育って発達心理学とかね、なんかその辺とか、全く興味ないっていう人は興味ないだろうし。うん、僕は興味すごくあるけど、うん、学んだことないけど、でも保育士にはなれない保育士にはなれないけどね、もちろん。さっきはでも子供が好きだったんだろうね。子供が好きっていうのは、はい、うん、最初からそうでした。それで保育士としては何年間やったんだっけ、現場で。保育士として、幼稚園教諭として5年間やって、今現在は保育士として働いています。あ、そっか、そうだよね、はい、今は音楽療法、はい、音楽療法に特化した児童デイサービスについていて、まあ、0歳から18歳まで受け入れてるんですけど、まあ、その、あ、俺はダメだどうして児童じゃないな俺は。あ、入れないよ、そこには入れないよ。嘘です、嘘です。意外と高いなと思って、18歳ってなんかすごい。そうですね、高卒、高校生、その3年生まで。でも0歳って、0歳の人が来たらどうすんの、だって赤ちゃんでしょ。赤ちゃんです。あ、で、来る子供たちは親子で通園するので、でまた個別対応なので、まあ、マンツーマンで活動してます。でも音楽セラピーって先にとってもチャレンジだろうけど、すごくいいことだよね。うん、だってさっきほら今ステージに立ったりとか、はい、賛美の活動、音楽の活動してて、それでそれを活かせるっていう場所なんだよね。そうなんですよ、それってすごいよね。なんか三重のなんか祝福というか、うん、まあ、保育っていうものもあるし、私の弟が自閉症なんですけど、うん、まあ、そういうね、うん、自閉症発達、ね、うん、ハンディキャップを持った子たちが来るので、対象なので、そういう子たち理解があるもんね、さっきはね、うん、そうですね、理解ない方よりはあるかなと思って。そうだよね、だって一緒にね住んでるわけだから、うん、そっか。いや、そういうなんか分かんないね、なんか今までの人生歩んできた全てのなんか要素が全部生かされてるわけでしょ、ね、全部生かされてる、全部違う分野だけど、うん、それ面白いね、うん、だからこう中学校の時に点と点がつながる瞬間が来るよって、うん、先輩に言われたことがなんか最近思い出したんですけど、あ、こういうことかと思って、なんかやっぱり一つ一つの賜物って別々のように見えるけど、それが合わさった時に、ね、なんか神様そこで祝福してくださってるんだなっていうのは、すごく今大きな恵みです。そうだね、なんか一つのことに長けてる人もいれば、いろんなことになんか、まあ、いろんな、ね、ことが好きで、でも自分は何も取り柄がないと思ってる人もいると思うんだけど、うん、なんかそういうのが全部合わさった時になんかスーパーパワー実は持ってるみたいな感じだね、うん、まあ、さっきはいろいろそう思えば歌もできて、保育もできて、そうか、あとはハンディのある方のなんていうかケア、うん、って感じか。3つがね、1つのところでできるっていう、うん、あとはやっぱり聖書的なね、うん、その、うん、なんていうかな、理解っていうか、うん、まあ、カウンセリング的なところもあるんじゃない、なんていうか、
まあ、ケアっていうことだからね、うん、やっぱり愛がないとできないもんね、うん、相手のことを思い、ねね、共感する思いとかね、うん、だからそういうのは適任ですね今のところはすごいいい場所に、ね、きっと充実してるだろうね、うん、先にとってね、はい、うん、そっかそっか。今後のじゃあ、あのなんていうかな、ビジョンっていうのを聞きたいね、うん、最後にね、ビジョン、これから独立してインディペンデントになって、そうですね、何をするんですか、さきさんは。まあ、今まで通りこう、うん、賛美の働きはやめたくないし、うん、与えられた曲賛美は発信し続けていきたいなと思うんですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、誰も足を運ぶことのできない、まあ、地の果てにって聖書に書いてるんですけれども、うん、隅々にっていう、まあ、理解でそれを読んでいて、まあ、誰でも行く場所、行くことのできる場所ではなくて、そういう自分の関係のある場所、うんうん、隅々に、まあ、そういうところに出ていきたいなとは思っていますね、うん、具体的に言うとどういったところですか。最近あの入院したんですけど。あ、そうだったね。大変だったね。私もいきなり急なことでびっくりしました。ちょっと腎臓にあの菌が入って、まあ、それで5日ぐらい入院したんですけど、うん、病院にいる時のそのなんか状態っていうか、やっぱり暗くなるじゃないですか。一、うん、人だし、の他の相部屋。相部屋です。6人ぐらいの相部屋で、やっぱりね、自分のタイミングで寝たいって思ってもやっぱりね、うん、周りの方々がいるので難しかったり、うん、孤独だし、うん、ね、ずっとね点滴につながれてるし、トイレにしか行けないしとか、まあ、そういう孤独な状態の中を経験したんですけれども、まあ、そういうなんか病室にあの面会に来て、あのその時にコロナ の, あの影響で面会が10分間だけだったんですけど、でもそれだけでもあのその10分間だけでも来てくれるっていうのがすごく嬉しくて、あなんか人と会うっていうのは人間の何て言うんだろう、喜びなんだなっていうのを、まあ、再確認したんですけど、ここの人と会うで、そこで、まあ、賛美を届けるとか少し話すとか、うん、そういうことにあの力を、まあ、力というかそういうことに心注げたらいいなとは思いますね。病院ってこと？病院、うん、まあ、今一つの例ですけど、うん、病院とか、うんうん、いいね、うん、まあ、一度あの商業施設でライブさせてもらった時もあるんですけど、そういうイートインスペースでやったりとか、うん、その、うん、なんていうかな、うん、大きな場所でもいいんですけど、うん、私がしかつながってない場所とか、うん、そういう場所、うん、なるほどね、具体的にはないんですけど、ね、はい、うん、まあまあそうだよね、だって先にしかできないことって絶対あるし、うんうん、でも入院した経験を通してその入院患者の思い、はい、孤独な思いっていうのは分かったわけだね、そこでね、少し、はい、うん、少しね、まあ、それでそっか、そういう人たちにやっぱり歌って強力だと思うよね、うん、だから面会来てくれるだけで嬉しいと思うんだよね。そうなんですよ、またさ、あのさっきの声がね、また本当に癒されるというか、そうだよ、だって僕なんか声してるから、あの病院行ったら追い返されるからねうるせえって言われて、まあ、ヒップホップはねあれかもしれないけどねまあまあでもさっきは癒し系の感じだから、優しい声でね、病院では、あとは高齢施設なんかもいいんじゃないかな、老人ホームとかデイサービスとかね、はい、とか保育園もそうだし、まあ、保育園もそうか、うんうんうん、こじんまりしたとこでも身近な場所とかどこででもってことだよね、うんうん、そうですね、そっか、いいな、いいことだよ本当。そっか、じゃあそういう活動をこれから、あと話をするってことは傾聴するとかそういうこと、なんか歌だけじゃなくて、うん、それが必要な場合はそういうこともできたらいいかなと思います、うんうん、あ、なるほどね、私はなんか話すっていうより聞くっていうことの方が、うん、あの自分らしいっていうか、うん、寄り添う感じだね、うん、いいね、いいよ、そっか、みんなもそれが必要だしね、
そっか、じゃあ僕は今度ぶっ飛ばされて格闘技で入院しましたっつったら、ちょっとさっきさっきの歌が聞きたいなっつったらリクエストしてしいや入院したら私もさっきの声をお願いしますって院長とかに連絡して OK、うん、まあそういう活動もね素晴らしいと思います、うん、ぜひね頑張っていただきたいし、うん、僕らもなんかできることあればサポートしたいと応援してます。今後ともお願いします、うん、で皆さんこの最後までね皆さん見ていただいてありがとうございます。で本当にこの後実はさっきのスペシャルの一曲をね披露していただこうと思ってるんですけど、まあその前に、まあこれからもさっきとして、まあアーティストとしてもそうだと思うんですけど、まあ一人のクリスチャンとして、まあ、証人として働きをされていくと思うんです。でその働きをねぜひサポート全力でしていただきたいなと思います。もちろん CD を買っていただいたらサポートになるし、あとはねそうこの最初の愛の方がいこうか、愛の方これが最初のね CD ですもんね、はい、8曲入ってます、うん、はい、でその次に出た道愛、そしてこの貴重な DVD、はい、これもね販売します。これは2500円、性別で1500円で、これは下にリンク貼っとくんで全部どこで買えるかっていうのは、でこちらが2000円ですね、税別で、こっちが3000円です、はい、ということでもしよろしかったら、ぜひご購入ください。そしてさっき の Facebook ページとかも下に載せとくんで、ぜひ今後の活動とかもチェックしていただけたらなと思います。じゃあさっきこれからさっきだってさっきさん今からじゃあちょっと一曲歌っていただこうと思うんですけど、うん、曲の紹介よろしくお願いします。はい、私も大好きな曲で指の技をお届けいたします。ご視聴いただきありがとうございました。これからも神様の導きの中でまた歩んでいきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。また皆様の上に神様の豊かな祝福と恵みが豊かに注がれますようにお祈りいたします。
またこの番組に遊びに来まーす。Jesus Beat.